はい、中年オタッキーです。確か、この動画がね、私の動画のね、記念すべき100本目の動画になると思います。でね、節目を迎えたということで、この動画をもちまして、私の動画、ラストにしようと思います。嘘です。すいません、嘘島。まだまだ続けていきますね。フィルムカメラ、フィルム写真がちょっと厳しくなっていく現状で、もともとね、長い間、フィルム写真をね、続けていきたい、後世に残したいということで頑張っております。あとね、最近ちょっと、もうフィルムカメラどころかデジタルカメラもちょっと怪しくなってきてるんですね。で、そのネタはね、ちょっと、来週あたりにね、ちょっと作ろうと思ってますけど、今日は、このカメラの紹介いきます。じゃじゃん、オリンパス 10EE3 っていうカメラになりますね。はい、それでは動画スタートしてまいります。ね、ペン EE3 なんですけども、1973年の発売のカメラになるのかな。初代ペン EE、その前のペンもあるんですけど、一番最初のオリンパスペンはね、フルマニュアルカメラ、あれ露出系もついてなかったのかな。で、2代目からはペン EE、エレクトリックアイって言ってね、これこのギザギザの部分がありますけど、ここで光を受けて光を測定してプログラムシャッターにするっていうね、誰でも簡単に写真を撮れるっていうコンセプトで作られたカメラになります。で、基本的にペン EE、EE2、EE3 とね、スペックはほぼ変わりないです。シャッタースピードが2段式、30分の1と250分の1、あとはね、光に合わせて絞りが変わっていくんですけども、暗くなってくると30分の1に勝手に落ちて、全部自動で調整してくれるんですね。で、ピント合わせの必要はありません。1.5 メーターぐらいから無限遠までがピントが合うというパンフォーカスレンズになっております。で、パンフォーカスなんでね、全部にピントが合ってしまうんでね、ボケを作りたかったらもう前ボケしか作れないんですけども、このカメラはね、この辺がね、構図に集中できるっていうことでね、世界中でね、プロカメラマンを育てたという名機になりますね。で、使い方なんですけども、本当に簡単です。このね、一応これ回るんですけど、基本的にはこれでね、ISO 感度、アーサー感度です、 ISO 感度を合わせる。で、フィルムを巻く、シャッターを切る、もうこんだけです。で、暗かったり、明るすぎたりして、写真にならないっていう時はね、切れないんですね、シャッターが。今切れちゃったけど、切れないんです。暗いところに向けては切れない。で、明るいところに向けたら切れるんですね。で、シャッター2段式なんでね、音でだいたい低速で切れてるか高速で切れてるか分かります。で、やっぱね、おすすめなのが、晴天日中時にね、撮るのがおすすめです。絞りが絞られて、シャープな絵が撮れますね。で、ペン EE はね、この裏蓋がね、下に外れる、フィルム装填するときに蓋を外さなきゃいけないっていうカメラだったんですけど、 EE2 からはこれ、ごく普通のね、蓋を横に開ける方式、これ横のね、ここにヒンジがあるんですけど、これで横に開ける方式になります。で、ご覧のようにね、縦構図になりますね。これ見えるかな、縦穴になってる縦構図の写真、普通に構えたらもう縦構図になっちゃいます。で、これはペン D ですけど、ペン EE じゃなくてペン D ですけど、この初代はこれがね、フィルムカウンターを手で調整しなきゃいけないんですけども、この EE3 はもう蓋を開けるとね、自動的に、カウンターリセットされてね、で、
カウンター、シャッターを切るごとに進んでいて読んでくれます。でシンクロ接点とかもありますんで、あのこのままフラッシュをつけたらねフラッシュタッチができます。で EE2 と EE3 の違いっていうのがこのフラッシュですね。EE3 はねフラッシュマチックが内蔵されてます。ガイドナンバー14専用になるんですけども、ガイドナンバー14のフラッシュをつけた時に、フラッシュマチックで距離、被写体までの距離を入れると、勝手に絞りを調整してくれるというカメラになります。とてもね簡単でね、どっか行く時にね僕はペン EE を持ってるんですけど、ペン、フィルムを詰めてね、持っていくんですよ。そしたらねうちの78歳のお袋でもね、写真撮れるんで僕の写真が残るんでね、難しい操作のねカメラを持っていくとね、もう撮りたくないとか無理だとか言われるじゃないですか。でもこれ本当に押すだけなんで誰にでも撮れるんですけど、で誰にでも撮れる、もう本当にねそれでいてね結構いい絵が撮れます。で作例を紹介してまいるんですけども、今回の作例もやっぱりねケントメア100、パンで撮ってます。白黒が好きっていうのもありますし、コストが安いっていうのもあってね撮ってるんですけども、ちょっとねこれ逆光で見た感じだと、ちょっとフレアが広がってますね。ペン E はもうちょっと強かったような気がするんだけどな、レンズは変わってないと思います。28mm だったかな、 28mm の F3.5 だったのかな、そうですね F3.5、 28mm F3.5、で見たかシャープに撮れてるとは撮れてると思います。ただちょっと逆光に弱くなってるのは気のせいかな。一応ねペン EE で撮った写真もちょっとちらっと見せますけども、ペン EE は結構取り込んでるんでいい写真が残ってるんですけどね、こんな感じです。はい、で今回ペンシリーズ縦構図になってしまうんで、ほとんどの写真が縦です。で横に表示してますんでね、こんな感じで見ていただければと思うんですけども、でこのカメラはね骨董品屋さんでねちょっとね2000円で買ってきたんですね。で結構骨董品屋さんに気を使って高いお金を払ったつもりだったんですけど、それでも安いって結構の値段がついてきてます。赤ベロって言ってね、これ取れないときはねファインダーの中にね赤いベロが出るんですけど、これお店できなくて残念ですけど、それがねちゃんと出るやつだと5、6000円してるみたいですね。ちゃんと取れるやつだと5、6000円それでも5、6000円で買えるんですけど、でハーフカメラですから、フィルム例えば36枚撮りフィルムだったらね72枚は確実に撮れます。一回ねエペン EE で撮った時に24枚撮りのフィルムで撮って、50枚以上撮れちゃったんだったかな。こういうねフォトアルバムに入りきれない溢れちゃったっていうのが以前ペン EE の動画を作った時にありましたけど、とにかくたくさん撮れます。たくさん撮れるんで作例を見ていただければわかるんですけどね、もうバンバン撮ってます。とにかくね気になるものがあったらバンバン撮って、ほんでどんどん写真にして、で写真の勉強をするっていうね、今から写真を始めるよ、今から特にフィルム写真を始めるっていう人にはもう最高のカメラになります。でシャッターチャンスにも最強です。もう普段はね蓋をしてるじゃないですか。これねもう蓋が電源スイッチ代わりなんですよ。蓋をしてるとねシャッター切れないんですね。今フラッシュモードにしてるわごめん蓋をしてるとねシャッター絶対切れないです。正常なものはね。で、あれなんで切れるんだあれおかしくなっちゃった切れるようになっちゃった直さなきゃいけないじゃん。で正常なものはね蓋を閉めてるとシャッターが切れずに、蓋を開けるとシャッターが切れるようになります。でハッって思った時にも蓋を開けてホイッと取れるんで、すごくねシャッターチャンスに強いです。でピント合わせも必要はないですね。あとはもう構図だけっていうのも、構図も決めるのもいるんですけど、人にね写真を撮ってるのを悟られたくない時にノーファインダーで撮るっていうのね、もう枚数が撮れるんでね、もう1枚2枚失敗してもへっちゃらだっていうノーファインダーでね撮るとかいうのもね結構僕やりますね。こんな感じでね
カメラ、写真をね、上手になりたいっていう、フィルムでたくさん撮りたい、いろんな人にね、このペンシリーズすごくいいと思います。結構写ります。で、写りとしてはね、あのペン F とか、ヤシカハーフ17とか、そういうのに比べるとね、画質的には見劣りしますけど、何よりも簡単なんで、誰でもできるんでね、女の子でもできるし、おばあちゃんでもできる、おじいちゃんでもできる、簡単にできるんで、ぜひね、あの1台、ほんでシャッターチャンスに強いですから、結構ね、そこそこの写真撮れますしね、いいカメラだと思います。はい、今日のね、カメラ紹介はこんな感じなんですけどね、どうですかね、ペン、ちゃんと動く綺麗なやつはちょっと値段がね、高くはなってきてますけど、あとね、この針側をね、おしゃれな柄にね、貼り替えるような人も多いです。ヤフーオークションとかそんなんでも出てると思うんですけども、貼り側キットみたいな感じで出てるし、自分で作るサイズを合わせて自分で作って、おしゃれな貼り側にして楽しむっていうのもね、いいかもしれないですね。はい、それではね、今日のいつもの、恒例となっております写真、視聴者様の写真の紹介に行きましょうかね。一番最初はね、宇宙猫さん、宇宙猫さんのね、作品を紹介してまいります。それでは写真スタートします。はい、宇宙猫さんの写真ね、これなんですけども、カメラがね、ニコンの D100、レンズがね、2845、これ結構珍しい、ズームニコン2845、4386ってかは知ってる人多いと思うんですけどね、1970年代のね、あのズームレンズですね。世界初の広角ズームっていうことなのかな、でね、綺麗に写っております。大地の上に広がる街なのかな、これなかなか幻想的な、景色になってますね。はい、宇宙猫さんありがとうございます。はい、次がね、いちとしきゅうさんの、写真を紹介してまいります。はい、いちとしきゅうさんの写真、ニコンが続きますね。ニコン FM3A、AI マイクロニッコール、ちょっとね、1枚目の写真を紹介していきますけど、AI マイクロニッコール 105mmF2.8S、イルフォードの XP2 スーパー400で撮られてますね。これカラー現像、C41 現像で現像できるフィルム、モノクロフィルムっていうことで、街ラボでもね、簡単に現像できる、待たなくていい、現像が安い、まあ、いろいろなメリットがあるフィルムですけど、このフィルムすごくいいですよ。何がいいかって言ったらね、多少露出オーバーしてもね、絵が崩れないんですね。ラチチュードも広いです。いいフィルムになりますね。邪道だっていう人もいるかもしれないですけど、僕はいいと思います。でね、マイクロニッコールで、撮られててね、すごいシャープなあのマクロ写真になってますね。はい、ありがとうございます。次が、野良旅人さんの、写真を紹介してまいります。はい、野良旅人さんの写真、2枚のうち、ちょっと1枚目の方をクローズアップしていきますけども、これどこのお祭りだったかな、熊谷の内屋祭り、埼玉県の熊谷市かな、これ夜の写真になってますけどね、非常にね、色が崩れずいい写真になってますね。富士カラーのスペリア、スーパープレミア400、で撮られて、MD6 コール 50mm の F1.4 で撮られているということです。なかなかいい写真になってますね。で、もう一枚が期限切れのベルビアということでね、結構こう色崩れしてるのかな、面白い色になってますね。で、何よりね、背景ボケが面白いんだ。ちょっと1枚ずつしか紹介してないですけど、背景ボケが、いい写真になってますんで、気になる方はもう一度ちょっと巻き戻してみてください。はい、次がね、サファイアさんかな、
サファイアさんの写真を紹介してまいります。サファイアさんの写真なんですけども、ミノルタのハイマチック 7S、富士から C200 で撮られたということで、これ修理から上がってきた、復活してきて試写した写真ということで、この1枚目なんですけど、もうこれ踊るヒット賞をあげたいっていうね、もうネガのね性能バリバリフルに発揮してますね。これね、暗いとこからハイライトからシャドウまで綺麗に撮ってますね。全部あの露出が入ってます。素晴らしい写真だと思います。2枚目もね、夜景を撮られていることで、夜景ね、こういうね、レンジファインダー、古いレンジファインダーの外部露出系のやつ、ね、結構夜景撮れるんですよね。一眼レフカメラのね、TTL で、速攻したものよりもね、意外によく撮れたりしますんで、興味がある方はぜひね、昔のレンジファインダーカメラ、外部露出系式のやつ買ってね、挑戦してみてください。本当によく撮れますよ。はい、サファイアさんありがとうございます。次が、小寺さんの写真かな、を紹介してまいります。はい、小寺さんの写真ね、これね、有名な備中松山城ですね。僕も近くをしょっちゅう撮って、備中松山城は何遍も見てるんですけど、雲海になってるの見たことない。これ結構辛抱強くね、待たなきゃいけないってね、その時間を狙って、朝ね、太陽が上がってくる頃を狙っていかなきゃいけない。結構大変なんですけども、これ見事に撮られておりますね。大したもんです。カメラはね、オリンパスの OM1、レンズが F 随行、オート、T300、F4.5 で撮られているということで、これコントラストもね、本当にね、コントラストも高い、いい写真になってますね。もうドンピシャです。素晴らしいと思います。はい、で次がね、ジンさんの写真、ジンさんの写真を紹介してまいります。はい、ジンさんの写真、これね、マミヤの M645 で撮ったということで、ブロニー版のね、もう素晴らしい解像度です。もう半端じゃないです。で、プロビアの400で撮られたということで、もうプロビアの400って、もう廃盤ですよね。もう今はないと思います。で、これ1枚目紹介して言ってるんですけども、これアーケードかなんかの中からその、信号待ちをしている路面電車を撮ってあるんですけど、こう面白い写真になってますね。で、アーケードのシャドウがね、こうちょっと円を描くようになってるんですね。これ面白い写真になってます。素晴らしいと思います。はい。まだまだ視聴者様の写真、募集しております。応募方法はね、ツイッター、まだね、フォローしてない方、中年オタッキーで検索するとね、すぐに僕の、ツイッターのアカウント出てきますんで、そちらをフォローしていただいて、もういきなりね、DM で写真送ってくれて構いません。そしたらね、こちらにね、何ですか、なんだっけ、通知が来ますんでね。ほんで、こちらが通知が来たら、それを許可して、写真を受け取る形になります。もちろんフォローバックスもしますけど、フォローしないとちょっと DM が送れないんで、フォローだけはしていただくことになるんですけどね。で、もうそろそろね、伸び伸びになっていったカメラプレゼントをやろうと思ってますんで、カメラプレゼントね、ちょっと、もしかしたら専用アカウントをね、追加で作るかもしれません。もうちょっとお待ちください。で、もう1700人を突破してますし、1500人記念でね、やろうと思ったんですけど、災害がありましたんでね、ちょっと伸び伸びになってるんですけど、実はね、100回記念もね、用意してあるんです。で、連続してね、カメラプレゼント になっていくと思うんですけども、とりあえずはね、1500人記念の、キャノンのね、キャノネット、の初代キャノネット
を、プレゼントしていこうと思います。次の動画あたりで多分発表すると思いますんで、それをお待ちください。今日の動画はそんな感じです。チャンネル登録者数ちょっと伸び悩み、最近伸び悩んでおります。お前のチャンネルなんか面白くないよって言うんで、してくれたのかなんかよくわかんないですけど、ものすごくね、リピーター率が高くて、とうとうね、48% 超えました。チャンネル登録者数の再生率が 48% 超えで、多分ね、ブックマークとかで繰り返し来てる方も多いと思うんで、まあ 70% ぐらいはね、多分ね、リピーターになってると思うんですね、私の動画。で、実はね、このリピーターばっかりっていうのはあんまりいい状況ではないというのを、私もともと商売人でして、データで知ってるんですね。これどういうことかっていうと、リピーター率が高すぎるっていうことは、新規顧客が、獲得できてないと。で、大体ね、飲食店だったらリピーター率が5割を超えると潰れるよっていうね、データがあるんですね。で、新しいお客さんが来ないということは、リピーターの人は飽きると。飽きたらいなくなる。だから新規の人が、なんで新規の人が増えないのかな？もう俺の顔なんか見たくないと思ってるのかな？よくわかんないんですけど。まあそんな感じでね、ちょっと、行き詰まりを最近感じております。で、長いことね、続けたいし、フィルムカメラ、まあデジタルカメラもちょっと危機的な状況になってきてるんで、とにかくね、写真をね、もっと入らせたい、と思っています。賛同いただける方はね、シェアとしていただければ助かります。はい、今日の動画はこんな感じになります。そんなわけでね、また、こっちだっけ？じゃあ、こっちか。この辺にね、チャンネル登録のね、促すボタンが出てきますんで、それを押してチャンネル登録していただければと思います。で、他の動画のリンクとかも出てきますんで、またお暇な方はお付き合いください。今日の動画は以上です。はい、次の動画はね、多分うんちくの動画になります。カメラのね、機器を考えていくという動画を作ってまいります。その次の動画はどうなるかな？いろんなカメラでね、取り上がってきてるんで、まあネタはたくさんできてきました。ネタが追いついてきたような状況になってますけども、その次の動画はもしかしたら、ピッカリコニカとか行くかもしれませんけどね。はい、今日の動画はこれまで。また次の動画をお待ちください。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。さよなら。